うね流実は、広島県出身の元プロ野球選手。1992年の登録名は、うねたつみ。広島工業校では、AS として1982年夏の甲子園、県予選準決勝に進むが、広島商業校に敗退し、甲子園出場は、ならなかった。高校卒業後は、専修大学に進学。東都大学リーグでは二部降格も経験し、 在学中の一部優勝には届かなかった。大学同期に AS の関清和がおり、その陰に隠れがちであった。他の同期に宮里太志、西俊二がいる。大学卒業後は社会人野球の NTT 関東に入社。1987年の都市対抗野球に出場するが、1回戦で日本塁打を浴び、ヨークベニマルに大敗。 翌1988年の都市対抗野球には、新日本製鉄機密の補強選手として出場する。1回戦で、NTT 四国の渡辺富雄投手に抑えられ敗退。1988年のプロ野球ドラフト会議で、広島東洋カープから3位指名を受け入団。左のサイドスローから繰り出されるシュートやスライダーを、軸に中継ぎとして期待され、 プロ1年目の1989年から1、軍当番を果たすも、課題の請求力を克服できず、プロでは短命に終わる。1992年限りで現役を引退。引退後は、広島に残りスコアラーに就任。3年連続5位に終わった2000年の周期キャンプでは、動作解析のソフトを活用し、伸び悩む投手のフォーム強制に乗り出す。 投球動作の撮影を重ね、肩や肘の動きを徹底的に分析。翌2001年は、菊池原武氏が日本体記録の78試合登板、長谷川正幸は先発で9勝を挙げ、5年ぶりのシーズン勝ち越しにつなげた。2001年プロ野球コンベンション会議にて、動作解析装置開発の功績を表され、各球団が選ぶ球団スタッフ賞を受賞している。 動作解析のエキスパートと言われており、高い分析能力に定評がある。2013年11月4日、一軍投手コーチ兼分析コーチに就任することが発表された。2014年10月19日、一軍投手コーチ専任となることが発表され、分析コーチの肩書きが外れた。2015年は、小形光一監督から投手企業に関する全権を与えられた。 オープン戦では、黒田博樹の復帰戦となった3月8日の東京をヤクルトスワローズ戦で、黒田の球数を10球間違え、予定より早く降板させてしまう勘違いがあった。レギュラーシーズンでは、エースの前田健太と黒田を別々のカードで起用し、大型連敗を防ぐローテーションを組んだ。3、4月は、試合日程に余裕があったこともあり、 先発投手の月間防御率が2.11とリーグ2位の結果を残した。救援投手の防御率も2.75とリーグ2位の好成績であったが、接戦での失点が目立ちわずか1ヶ月で8敗を喫した。予定していた勝ちパターンの市岡隆二中崎翔太、デュアンテヒースの全員が救援失敗する事態となり、リリーフ再編を余儀なくされた。5月には、 セットアッパーを日替わり起用とする方針を示し、6月には戸田隆也をセットアッパーとして起用することを明らかにした。しかし戸田も請求難から崩れる場面があり、信頼を得ることができなかった。地元マスコミや球団 OB らの声もあり、最終的には先発で勝ち星に恵まれていなかった大瀬良大地を交流戦限定でリリーフ起用する方針を示し、 そのままシーズン終了まで、大瀬良と中崎を勝ちパターンとすることで落ち着いた。中盤は配置転換が走行し、序盤とは、打って変わって、リーグ屈指の強力リリーフ陣となった。3連戦の初戦はしっかり勝つという方針から、勝ちパターンの2人に登板を集中させ、4点以上、リードがある場面や同点時、回またぎ、連投などの起用も辞さなかった。 大瀬亮はシーズン終盤に大きく調子を落とし、クライマックスシリーズ進出がかかった大事な試合でのリリーフ失敗が続いた。また、大瀬亮が抜けた先発ローテーションの再編に苦慮し、6連戦が続く8月には前田、K. ジョンソン、黒田、福井以外に2人足りないことが状態化してしまった。9月には、雨天中止の影響で12連戦が組まれたが、14日ローテの導入など、 当番間隔を詰めることで対処した。崩壊したリリーフ陣を配置転換により立て直し、大瀬量と中崎の勝ちパターンを確立したことが評価されたが、その勝ちパターンに起用が集中したことや、一軍にいながらほとんど当番機会に恵まれない投手がいたことについては批判が寄せられた。10月28日に一軍投手コーチ留任が発表された。 2016年は、投手起用について、全権を持つのではなく、小型監督と共に起用を決定するよう方針の変更が行われた。開幕は、前年200イニングを投げた、前田健太のメジャー遺跡や、先発に復帰する予定だった、大瀬良大地の故障離脱を受け、新人の横山裕樹と岡田明武を加えたローテを組んだ。 横山は3月30日の中日ドラゴンズ戦でプロ初勝利を挙げ、岡田は高騰しながら勝ち星に恵まれなかったが、6月25日の阪神タイガース戦でプロ初勝利を挙げた。その後、横山は不審で登録抹消、岡田も故障で離脱したが、キュウリアレン、中村京平、戸田隆也を起用することで対応した。キュウリは2年振り。 中村は3年振りの勝利を挙げ、戸田はプロ初完封を記録した。終盤はリリーフを務めていたブレーディン・ヘイゲンズ、矢部和樹を先発で起用するなど柔軟な采配を見せ、最終的には2桁勝利投手3人、先発防御率はリーグ1位の3.29を記録した。救援陣は開幕時に起用された中田蓮や中尾シオスカルが不調で、 3月31日の中日戦では5点リードから逆転負けを喫するなど再編を余儀なくされたが、新戦力の J. ジャクソン、ヘイゲンズ、前年クローザーを務めた中崎翔太の固定により勝ちパターンを確立した。ビハインドも復活した今村氏がフル回転し、中盤以降は一岡隆二、大瀬亮が加わることで、救援防御率は、 リーグ2位の3.06を記録した。11月24日に一軍投手コーチ留任が発表された。2020年より三軍統括コーチに就任。息子のうね昇進は2018年より投手として四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズに所属し、2019年育成ドラフトにおいて広島東洋カープから三巡目指名を受けた。金本智明は 広島時代、左ピッチャーが打てずなかなかレギュラーになれなかったため、オフシーズンに左ピッチャーを打ち込むことで左を克服した。その際金本にボールを投げ続けたのがうねで、そのかいあって金本は他の左ピッチャーを打てるようになり、レギュラーを獲得した。ありがとうございます。